どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。連日の下髭陰線でなんとか三角持ち合いで踏みとどまっているというような状況なんですけれども、その間、金利の上昇は止まらず、ドル円は128円突破と、まあ、株式市場にとってはアップアップの状況となってきました。そこで今日は アメリカ市場のチャートと金利の状況からアメリカの地合いを考察していますもはやアメリカの動きに引っ張られるだけの日本という感じなのでぜひ最後までご覧くださいそれでは早速4月20日日経225オプション考察始めていきましょう はい、えー。本日のメニューですけれども、チャートはまた一目均衡表に戻っています。それからオプション手口、先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきます。はい、えー。今日はチャートの解説講座のご紹介です。全部で5本。まあ、このオプション投資ラボで私がいつも前半チャートのお話をしていますし、まあ着眼点でもね、結構チャートのお話をしてますけれども、基本的にほとんどのチャートは、 移動平均線とモメンタムとか、あとボリンジャーバンド、一目均衡表、マック D。まあ、このあたりで、もうほとんどね、あの私のすべてだったりします。で、今回、えっと、モメンタムの設定方法がね、このボリューム2でご紹介したものからちょっと変わってるというか、ボリューム2だとトレーディングビューでもう今設定できなくなっているので、その補足、 を No.5 として挙げてげいます、まあ、このシリーズね、かなりうちのチャンネルでも見られている、まあ、動画だったりしますので、まだ見てらっしゃらない方いらっしゃれば、ぜひチャートのね、本当に基礎が勉強できるので、お時間のある時に見てみてください。えこの5本の動画の再生リスト、URL ね、この動画の概要欄の方に貼っておきます。えお時間のある方、ご確認お願いいたします。はい、えー、それでは4月19日、相場外況からですね。 今日は日経平均終わり値26,985円ということで、まあ最終的には27,000を少し割り込んでしまったと。 185円高、プラスの0.69%。一方、トピックスは1895.70、プラス15.62 15.、プラスの0.83%。マザーズは744.39、マイナス7.22、マイナス0.96%ということで、まあやはりね、マザーズ、まあ金利上昇が大引いてるのかどうかわからないですけれども、今日もね、少し厳しい展開になっています。 え次に、売買代金え。東証プライムが2兆2336億円ということで、まあ、なんとかね、2兆円を超えてきました。え次に、スタンダードは611億円。そして、グロースも1119億円ということで、まあ、プライム以外の市場は相変わらず換算ということ、いう形になっています。え次に、恐怖指数ですが、ビックスが1位ぐらいかな。じりっと上がりました。22.51。日経平均 VI も、まあ、今日ね、1位。 今日あの、上がったので逆にこちらは下がったということで、21.72。ま,あ、また、この、えっと、境目の22というところを下回ってはきたんですけれども、まあ、ちょっとまだね、ボラティリティが落ち着いている水準とまではいっていないという状況だと思います。はい、えー、それではここからは、日経平均冷やしのチャートを見ていきたいと思います。まあもう昨日の動画でお話をした三角持ち合いというね、まあワードを使ってはいたんですが、まあ、今日、 もうね、明示的に上根を切り下げるラインと下根を切り上げるライン。まあ、ちょっとね、角度的にはもうちょっと。 んあの、精密に行きたいところですが、まあ、ざっくりね、やっぱりこのあたりかなというところで一応線を入れています。なので今日も、まあ、二日連続下髭陰線ということで、まあ、なんとか踏みとどまってると、まあ、じりっとね、これ下根は切り上げてるっちゃ切り上げてる。五日移動平均線も、こうね、ガクンと折れずに、また今日少しね、上がったことで上昇してきているということになっています。そして25日線が引き続き上昇を続けてるんですが、 いよいよね、75日とはゴールデンクロスです。ただ、75日も50日も、当然200日も下がってるんですね。まあ、その中、5と25だけが今、上昇にまあ変わってきているという流れで、25日戦が27,224円、75日が27,219円ということで、5円だけいつかいるあ、25日が ゴールデンクロスをしていますが、株価の方はずっとね、これ25日と5日の間にいるような動きになっていると。まあ1週間ぐらいね、この辺りをウロウロしてると。なので、まあまあね、三角持ち合いのちょうど真ん中ぐらいでレンジで、まあね、強くも弱くもない。まあただ下髭はついてるので、上は全然ね、いけていないので、まあやっぱりちょっとね、弱い上根が重いという形で、まあいずれにしても、この 持ち合いをどっちに抜けるか。で、このどっちに抜けるかっていうのは今の日本の市場だけだと本当にわからない。まだね、これ、25日が上向きなので、まあ、下根を切り上げながら上にブレイクしてくれそうな、まあ、してくれそうなね、雰囲気はあるんですけれども、まあ、この後今日着眼点で見るアメリカが、まあ、やっぱりちょっとね、上根が重そうな気がしているので、 まあこれはもうね、抜けた方にポジション取っていくしかないかなという感じで、今ね、私はオプションの方は当然ファーを売ってるんですけれど、どっちもデビットスプレッドね、こう。まああの、海外勢のオプション手口もなんかそんな感じ2万7000を軸に、まあ上か下ね、コールもプットも買ってるみたいなバランスになってますが、まあそのような、もうどっちに行くかわかんないので、動いた方にっていうような今ポジションを入れてると、まあそんな感じですね。 はい、えー。次に一目均衡表ですが、今日の一目均衡表はしっかり見ておくべき、まあ、イベントというかね、形が出たということで、これ、まあ、見てわかるように、えっと、赤い線が転換線です。そして緑の線が基準線。で、緑の線はこれね、上がってきた。まあ、25日平均かな。で、えっと、9日平均の、この、転換線は逆に垂れてきて、 これ、デッドクロスをしているという形になります。ここもね、ほんのわずか。まあ、さっき25日と75日がわずか 5, 5円ほどね、ゴールデンクロスしてるんですか、してるんですけど、こちらは、うんとね、転換線が26,753円。この赤い方ですね。753円。基準線が778円ということで、こちらは、転換線がね、25円ほど、 下になってきてしまったということで、これでいよいよ転換線が基準線の下に来てしまったので、まあ、三つの役のうち、また一つ形が悪くなりました。で、結局、今日のね、この下髭陰線で、一時なんとか雲の上限、ここが27,034円ですからね。 そう、だからまあ、今日の高値が2万7100円まであったので、一時ね、抜けてたんですけど、結局、押し返されて、雲の中に入ってきました。ですから、雲を超えることもできていないので、これで3つのうち2つが、まあ、あの、悪い形になってるんですね。まあ、ここは雲の下にまだ抜けてないっちゃ抜けてないんですけれど、なので、もう本当に地高線が今、ロウソク足の上にいるというだけなんですが、ここから横ばいに、あとまあ、3日、4日、 日柄を知ってしまうとこの上昇に向けて上がっていけないと地厚線もローソガシの下に入りますからまあこのあたりでねモニョモニョしてしまうとまあ来週には三役逆転になってくるというような流れですねはいえー、それではここからはオプションの手口を見ていきたいと思いますまずは海外勢合算ですがうんとね今日もまあえっと出来高は少しね増えてはきているんですけれどもあまり まあ合算するとポジションが出ていないかなと。まあコールサイドは、うん、ATM のちょっと上ですね。27,500が195枚。えー、買い越しになった以外はほとんど枚数が出ていない。一方でプットも、まあファーの2万6,000のプットが170枚。まあこれは買い戻しのような動きですけれども、まあ昨日に引き続いてね、170枚買い戻された以外はほとんど プラスもマイナスも出てないんですよね。ということで、まあ、あまり大きなバランスの変化はない。まあ、これちょっとね、もう枚数減ってきてるんですけど、一応2万7000円を軸に、やっぱり上もコール買い、下もプット買いという形で、まあ、買い長ですので、あの上に行けば行くほどいいし、下に行けば行くほどいいみたいなバランスになってるので、さっきのね、三角持ち合いのちょうど今、株価が真ん中にいて、上に行くか下に行くか。 日経平均のチャートだけ見ていたら、なかなか分かんないなというようなオプションの手口にもなっているという形に見えます。はいえー、次にゴールドマンですけれども、ゴールドマン、今日は ATM のど真ん中をコール、ね、328枚、売り決済をしてきました。なので、これ、ほとんどもう2万7000円のコール代が今日なくなりましたという形になります。で、プットの方はまは、ほとんど触ってないんですけれど、2万6750のプットを50枚だけまあ買っていると。 こちらも、えっと、買い戻しのような形にはなってますね。というところで、全体的なバランスで見ると、まあ、コールの一番 ATM のところね、340枚の買いがほとんどなくなったということで、まあ、上も下もよくわからない、ね、こちらもパターンになってきています。まあ、プットサイドは27000円からね、枚数がそんなに変わらないので、まあ、売りと買いがきっ抗しているような枚数なので、 売りも買いも損失利益限定のような形。一方で、コールサイドも、ね、ここが2万七千の買いがあった場合は、上に行けば行くほどいいような、ちょっと枚数が、買いの方が多いというまあ判断だったんですけど、それがなくなって、こちらもデビットスプレッド。2万7千500のコールが300枚買ってるんですけど、まあ、その上、 まあ、二つ合わせると390枚ぐらい。売りの方がちょっと多いみたいなバランスにはなってるんですけれども、まあまあまあね、デビットスプレッドっぽい形ですから、まあこちらも利益も損失も限定されたまま上に行けば行くほどいい、下に行けば行くほどいい。なんですけどね、まあ非常に枚数も限られていて、利益も損失も限られてるような今、縦玉になってますから、まあね、上に行っても下に行ってもどっちでもいいよとは言えど、 まあそんなに何もね、大きな利益にどっちに行ってもならないようなポジションがゴールドマン。だから今2万7千円を軸にちょっと上目線かなって今まで言ってたんですけど、そのコール買いがなくなったので、まあもうね、2万7千円から上か下かよくわからないし、枚数もそんなに今は入っていない。まあそんな形になってきました。はい、えー、次にアムロですけれども、アムロもね、まあまあ月曜日もそうだったんですが、まあ火曜日もすごいね、アムロにしてはすごいおとなしい。 枚数なんですね。もう、あの、200枚以上、まあ、いわゆる太字に塗ってるところがまさかないっていうね。プットサイドもない。まあ、これはもうなんかね、アムロが風邪を引いて寝込んでるんじゃないかと思うぐらい、まあまあ、ね、おとなしい。まあ枚数的にはね、あのどっちも買い長。あの買いの方がちょっと多いんですけれど、全体的なバランスも2万7000を中心に、コールは買い長、プットも買い長。ただ、売りもね、こう同じぐらい、こう、ある程度のバランスで入れているので、 まあこちらも思いっきり買いを両方に積んでるわけではない。2万七千よりもちょっと上にね、500円か1000円か上に行きそうだけれど、下にも行きそうだっていうところで、まあここね、ゴールドマンもそう。だから海外全体で見ると、やっぱり2万七千を軸に上か下かよくわからない。買い長にしているみたいなバランスなんですけれども、まあその最たるものがアムロということで、ただ今週に入ってね、そもそもプラスマイナスの縦玉がどっちも出てこないみたいな、 まあね、ちょっと方向性がわからない、全体的にわからない、まあ、そんな形になってきています。はい、えー、最後先物ですね、今日日経平均プラスの0.69%、トピックスはプラスの0.83%、ただね、これ見ていただいてもわかるように、昨日よりもさらに枚数が、まあ、プラマイが合算すると出なくなってきたということで、ラージプラスミニの日経平均型419枚の買い越し。 一方で、トピックス先物に至っては46枚の売り越しということで、合算すると373なんですけれど、まあ、先物も,もね、これ、きっしていると言いつつも、出来高もそんなに多くないと、昨日よりは増えてますけれども、まあ、あんまりね、うん、昨日今日まあまあ、まあ、出来高ができていないという形、個別で見ても、そうですね、もう今日はゴールドマンが1163ということで、買い方なんですけど、昨日売ってるので、これもチャラですし。 あとは JP モルガンが1600。まあこれ昨日300に対して今日ちょっとね、買いが多いんですけれど、まあそういうのも1600と。あとモルガン・スタンレイが2000枚入れてきていて、まあまたね、これモルガン3兄弟プラスゴールドマンが買い方で、まあね、ギリギリ4桁みたいな形なので、まあちょっと先物、同じ方向を向いているゴールドマンとモルガン3兄弟ということで、 うん、このあたりね、まあアメリカ勢なんですけれど、ちょっとこの動きが明日以降も続くようであれば注意をしたいところですね。ただまあ今日は本当にプラスもマイナスも大きく触れてないので、先物も,もほとんどなんかね、変化を読み取ることはできないという気がします。<music> はい。ということで、えー、ここからは今日の着眼点ですが、まあね、日本がもう本当に出来高見ても、チャート見てもようわからんという状況になってきているので、 え今日はね、ちょっとアメリカ。ただ、アメリカの方がちょっとね、不安な気もしなくもないので、その観点で今日は見ています。で、スキューにね、今日はちょっとしょっぱなから注目したいなと思っています。そして、30年の方の金利が上昇が止まらない。まあ、10年も止まってないんですけどね。はい、ということで、金利上昇に対して今の株価水準が維持できるのアメリカは今維持できるのっていうところで見ていきたいと思います。 はい。まずこちら、スキューとビックスですが、まあ、これね、ちょっと長い足で、去年から、去年とか、まあ、えっと、半年ぐらいね、見てるんですけれども、えっと、この下の線、この水色の線がスキューの125です。で、上の黄色い方がスキューの150。で、まあ、今まではね、スキュー150を超えて、ビックスが17とか割ってくると、その後ビックスがボーンと跳ねると。 いう形なので、スキューが150を超えると、ちょっと注意をしないとねっていう話なんですけれど、実はここ最近ね、スキューが急落してきています。で、まあ、スキューとビックスっていうのは、基本的に逆相関になりやすいので、スキューが下がってくるということは、まあ、これね、パッと見ていただくと、やっぱりビックスが上がりやすいと。で、ビックス、今はまだ22とかで、一旦ね、19。 まで行って、ちょっとまた三ぐらい上がってきてるというとこなんですけど、スキュウの下落幅が今ね、すごい大きいんですね。で、なので、ちょっとこのあたりを注意したいな、と。で、この、まあ、今ね、ちょっと線が多いんですけれども、百二十五ぐらいまでスキュウが下がってくると。実はね、ビッグスが上昇しやすい、ビッグスがまあ、二十四とか二十五とかを超えるような位置になりやすい。 っていうところがあるので、まあこのあたりですね。えっと、ビックス、スキューが125、まあ130を割り込んで125あたりまで来ると、まあその後ね、ビックスが上昇していくという流れになりやすいのでっていうところでちょっと注目をしようということですね。で、こちらが直近の、まあ今年に入ってからのスキューとビックスにちょっと拡大をしています。で、 まあさっきと同じですね。スキューが125に近づくポイント。今年に入って、まあこんな形でありました。まあ130を割り込んだ値ぐらいですね。で、この時に、ビックスの値を見ると、このビックス、緑の線がビックス25っていう水準です。ですので、スキューが130を割って125に近づくタイミングでは、まあここですね。ビックスが25を超えてきてると。で、この時はビックスはまだ25を超えてなかったんですけど、 次、もう一回ね、スキューが128ぐらいまでね、下がってくる時には、もうすでにビックスは26とか27とか、まあそういう値になっていると。で、ここもそうですね、2月の23日もビックス、スキューが130を割り込んで、127、126ぐらいかな、まで来た時に、ビックスはというと、もう30を超える位置にありましたというところになってます。 ですから、このスキューが下がってくるタイミングってのは、ビックスが上がっていくタイミング。で、ここに来てね、この1週間ぐらいでスキューが急落して一気に130まで来ました。 ですから、あとね、2、3、130が下がってくると、この時と同じような状況になって、そうすると、ここからビックスがね、上がっていくんじゃないかっていうちょっと心配が、このね、スキューの急落っぷりから見てあるなという気がしています。ビックスが上がるということは、株価が下がるということなので、もしね、この通りスキューが下がってくるのが、まあ、いわゆる早いサインとなって、ビックスがこの後少し上がっていくとなれば、株価は下がるっていうところなので、 ちょっと上値が重いだけならいいんですけどねっていうところがあります。そして次は金利です。こちらは30年ですね。いつも10年金利見てますけれど、今日は30年のチャートを出してますが、えっとね、これ21時6分のチャートなんですけど、2.969というところで、この上髭、今日ね、上髭で3.00%タッチしました。つまり大きな節目ね、30年がいよいよ3%になってきたということになります。 まあこれはまあ止まらないインフレと、いよいよね FOMC もう0.5%やるっていうのは、ほぼほぼ市場としては折り込んできて、いやいや足りないから0.75のねリスクを見て、さらに金利が上がってきているというようなね、なんかあの記事も見かけたりしましたが、まあそうなってくると本当にね、金利止まんのかという形で、まだこれじりじりっともうずっと上がってます。で、ただ、 昨日はね、ソックスは、まあずっと下がってたんですけど、金利の上昇とはね、相関、逆相関で下がってたんですけど、昨日4月18日はこれ1.88%のプラスで、まあ要請でなんとか下げ止まった5日移動平均線の上にも出たっていうのがこのソックス。 なんですけれども、ただ金利の上昇が止まらないので、本当にソックスが止まってくれんのかという問題があります。そして、まあ、これはおまけですけどね、あれだけ金利が強い、そして日本は、ギャあの、あれですよね、差し値オペレー、もう一切ね、金利の上昇を止めるって言ってるんで、まあ、そらね、ドル円、ドルが買われて円が売られるっていうことで、これ数えたらね、今日で13連投なんですね。13日連続要選ここもすごかったんですけど、 ここももうすでに13日ずっと要選ですからね、いよいよ128円の、まあ、この時9時8分、21時8分、128円18銭なんですけど、一時これね、この上髭げ46銭、もう128円ミドルまで一気にいっちゃってるということなので、まあ、いよいよ130円、もうここですからね、130円。三シグマの内側にいますからね、130円とはいえ。 ということなので、まあね、本当にどこまで上がるのかっていうところではあるんですが、だから日経平均がまだなんとか踏みとどまってるのは悪い円安とかいろいろ言われてますけど、言うてもまだ円安の部分もあって踏みとどまってる可能性があるのかなという気もします。で、まあさっき日本のね、ドル円はちょっと打速なので、もう一回アメリカの方に戻ると、上が S&P500 の冷やし、下が IVW 割る IVE ということで、これはアメリカの えっと、グロースバリュー指数として、まあ、ちょっと代用として使ってるものですね。iShares の、えっと、グロース ETF、グロース株 ETF とバリュー株 ETF、まあ、ETF を使った割り算をして、 ね、ちょっと便宜的にグロースバリュー指数という形で今までずっと見ているこれチャートなんですけれど、やはりね、やっぱり金利が上がってグロースが苦しんでますから、日本もグロースバリューこれね、下にレンジを抜けたっていう話は昨日動画でしましたけど、やはりアメリカ S&P500 においてもかなり崩れてきていて、3月14日の安値を 昨日一旦ね、割って始まったんですけど、なんとか要線で戻して踏みとどまってるというところなんですけど、もう直近の安値圏、まあこれあのグロースバリューのっていうところですけど、安値圏まで到達しています。その割に株価は踏ん張ってるんですね。今までこのグロースバリューの動きと S&P の動きってまあほぼほぼマッチしてるので、これすごくワークしてるね、対比チャートだったんですけど、 ここから急落しているグロースバリュー指数に対して S&P は踏ん張ってるんですね。日経平均も踏ん張ってるんですけど S&P もこれギリギリ踏ん張ってるような状況なので、ただね、このあたり見るともうストーンと底割れしてもおかしくないよねというところで、上値が重いだったらいいんですけど、上値が重いどころかもうね、いつ底割れしてもおかしくないようなちょっとね、嫌な材料が揃いつつある。 はい、最後は簡単にお話をしますが、イールドスプレッドに関してですね。このイールドスプレッドは、またボイシーの方でお話をする予定なんですけれども、まあこれね、あのご存知の方はあのご存知でいいんですけれど、まあ簡単に言うと、株式の益利回りから債券の利回り、まあつまり金利ですね。これを引いた値です。で、この、えっと、この数字は、えっと、S、S&P500 のね、アメリカのイールドスプレッドになってます。 S&P500 の駅リ回りと、それから10年金利でスプレッドを出してるということなんですね。で、S&P500 の駅リ回りって何ぞやっていうと、これは、えっと、S&P500 の PER の逆数です。まあ今ね、18倍とか 18. 何倍とかがおそらく S&P500 だと思うんですけれども、で、まあ例えばね、PER18 倍だと 1÷18、逆数取るんですね。そうすると、 S&P500 の駅利回りが出てくると。で、これが5.56%。まあ、仮にあの PER が18倍だったらね。で、ちょっと調べたんですけど、えっと、今の S&P500 の、えっと、PER をね、すぐにちょっと出せなかったの、調べられなかったので、まあ、ね、あのイールドスプレッドだけ出してますけれども、で、10年のね、アメリカの金利、さっきお話をしたように、まあ、さっき30年でしたけど、今日10年の利回り金利ね、えっと、2.89%なんですね、アメリカの。 そうすると、アメリカの、えっと、利回り、これねあの、マイナス表記なので、まあ、どっちからどっちを引いてもいいんですけど、絶対値で見ますからね。まあ、こちら、マイナスついてるんで、一応、10年金利2.89%から、えっと、S&P500 の疫利回りね、まあ、5. 何って引くと、ねえっとまあ、その時二2.89を引く5.56でやると2.67になるんですけど、今のイールドスプレッド2.25なんですね。だから、 めめちゃめちゃゃこれ下で、やっぱり3.00を切ってくると、スプレッドがね、かなり収縮していて、これ多分ね、あの相当、まあ、異常というまではないかもしれないですけど、かなりね、レアな数字がずっと3月の25日から続いてるんですね。 3月の24日は3.68あったイールドスプレッドが、まあ、いきなりね、25日から2.57になって、ずっとね、最安ね、2.234月11日つけてます。で、今日も2.25ということで、これね、相当スプレッドが縮まってるんですね。スプレッドが縮まるということは、金利が高くって、えっと、株が割高になってるんですよね。だから金利が高いので、無理して株を買わなくてもいいよっていう状況なんですね、スプレッドが狭いということは。 スプレッドが広いからこそリスクを犯してでも株を買う。債券よりも株を買うリスクの、ね、分だけリターンがあるからなんですけど、このイールドスプレッドが小さいということは、リターンがね、すごく少なくなっていると。株式をね、買う魅力がなくなっていると。いうことなので、イールドスプレッドが3を切ってくると、まあ、基本的に株価は下がるような動きをしやすいから心配だっていう話なんですね。 で、まあ、下がった、縮まったものはいずれ広がっていくんですけれど、広がるためには、金利が下がるか、S&P500 の PER が上がるしかないんですね、その日ですから。で、PER が下がるということは、EPS が上がるか、株価が下がるんですね。まあ、このあたりね、ちょっとややこしいよっていう方はあの、そんなもんだなって聞き流していただければいいんですけれど、要はこのスプレッドが上がっていかないと、正常な値になっていかないんですけれど、そのためには、金利が下がるか、 S&P500 の PER が下がるかしないといけないんですけれども、金利が今下がるかっつったら、多分下がらないですよね、FOMC でね、次の FRB の会合でね、0.75するかもよって言ってるような感じで、今、バンバン金利をそれをね、折り込みに行こうとして上がってるようなさなかで、なんか発言がない限りは、早々金利下がんないですよね、ちょっと下がってもまた今みたいに上がっていくっていう流れになるので、金利が下がることはあまり期待ができない今、状況にある。 そうすると PER が下がるためには EPS が上がるか株価が下がるしかない EPS が上がるってことは決算がいいということなのでこの決算がいいっていうところはアメリカはね期待ができるかもしれないので EPS が上がってくれればまだなんとかなるんですけれどもう一つは株が下がらないといけないんですね今株がもう金利に対して割高になっちゃってるので だから金利が上がれば上がるほど株はどん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 ね、割高な商品になってくるので株を売って債券を買うみたいな流れになって株は売られると。だから今、イールドスプレッドがこれだけ縮まっているということは、いつ株価が少しね、下落をする方に調整してもおかしくないよと、まあ、読めるかなというところですね。 ということで、まあ、このあたりの数字を見ても、ちょっとね、あの、ずっと見てなかったんですけど、ふと思い出してね、今日金利がめっちゃ上がってるなと思って、見たらやっぱりね、イールドスペットこんな数字になってるので、さすがに2.25とか言われると、ちょっとね、あの、天井をつけて、まあ、少しまた株価下がんないといけないんじゃないんですかと。 いう気がします。はい。ということで、まとめですね。えっと、スキューが急落してきて、こちら嫌なサインになってます。ビックスの上昇の可能性があるので、株価は下落をしてくる可能性があると。そして、5月のね、FOMC に向けて、これ、金利上昇が全然止まりません。 はい。で、イールドスプレッドの観点からは、アメリカの株がね、さっき言ったように金利に対して割高になってきてるので、まあ、このあたりの状況を見ると、上値が重いというよりは、下がね、底抜けしないようにしたらもうすぐに対処する、下についていくっていうふうにしないと、ちょっとね、アメリカの株、いつ下、底抜けてもおかしくないなという気が、個人的にはしています。というか、このイー,ルスイールドスプレッドの話とかも見ながらね、チャートの形も見ながら、 スキューも見ながらだと、昨日に比べると急になんかね、底抜けが心配な感じになってきました。アメリカの話ですけど。ということで、日本にも、話をね、戻すと、言うても日本は、まあね、あの、 円安の話もあるのか知しれないですけど、まあ、日経平均ね、あの、上値は重いけど、そこ値も硬い。下値も切り上げてるということですから、まあ、一旦はこの三角持ち合いがどこで崩れるか。上にね、抜ければもう上昇についていくし、下に抜けたらもうね、あの、下落の対象。下に抜けるということは、これ、アメリカが崩れるということになろうかと思うので、まあ、その時はね、ちょっとまたスピードが出て1割とかポーンと下がる可能性あるので、 ちょっとね、そのあたりの対処はしておかないといけないかなという気がしています。はい、ということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンそして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね